前半個人的にはいいです、いい調子で来てます。いやベストだよね、ベストは狙えるレベルで調子良いです。まま私も前半と同じぐらい取れば満足、満足、楽しいですよね、うん、楽しめてるから楽しい、楽しい、いいですね、めっちゃ楽しいです、それが一番です。はい、じゃあ後半も頑張って楽しみましょう。はい、はいはい、よろしくお願いします。お願いします、お願いします。なぜか T マークが異常に可愛い。可愛い。貯金箱じゃないですか。こちら。あ、本当だ。みんなに入れてくださいって言ってますよ。あ、ダメだ。貯金箱はどうですか。お金入れとかないと。いいことあると思う。スタートホールでもめっちゃ難しいんですよ。これちょっときついな。右の段差はなんとかなりそうですね。右の方が広そうですね。ちょっとだけ。あ、そうなんですね。あ、でもそっか、ラフが。ちょっとちゃんと振らないで。ご飯食べちゃったからね。うん、じゃあ、後半もお願いします。お願いします。あ、やばい。うまいどんまい。あ、出てきた。出てきた。出てきましたよ。あそこに。なんかこれすごい右に呼んでる感じがするな。右でもあれくぼんでるけど、そうだよね、落ちはしないよね。うん、じゃあ後半もお願いします。おお、右に呼ばれてる。大丈夫か。右に跳ねてるね。でも大丈夫。そうだよ、だから右に回転かかってるからさ、そりゃ右に行っちゃうよね。どん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 。ユーティリティの5番で、とりあえず黄色い旗を狙って。あ、やばい。うん、でも。オッケーオッケー。大丈夫大丈夫。でも大丈夫。はい、何ヤードだろう、100、全然70あるから3オンでいいから、それで軽くフェアウェイに戻します。6番で、あら、そっちに跳ねるんだ。いやー、難しいとこ行っちゃった。これはユーティリティの5番で、また難しい台だな。惜しい、惜しい、惜しい。微妙にバンカー越えになるね。そうだよね。40ヤード、58で。中の幸い。やばい、もうちょい。あれは、いや、なんとね、あれは見てみよう、見てみよう。私どうする、落ちたら面白いねってならないよね。ならないね。うまい。あ、ちょっと方向が、いや、ナイス。まあ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 、この足場にしてはね、そうそう、落ちなくてよかったよ。, 笑えないよね。うん、ここまで4オン、また長いの残っちゃいました。しっかりここはちょっとガツンでいく。はい、ありがとうございます。それでもか、もう一個だったな。一個行きましたけどね。はい、なんか重くなった気がする。
食べたせいだな。今が私が鳥2人合わせて鳥。次どうしますかね。ちょっとご飯のことを忘れて頑張ります。チャンネル登録といいねボタンお願いします。お願いします。マリプロは当たるともしかしたらあの左のバンカー入る可能性がちょびっとあります。ギリギリ飛ぶと入るかもしれない。旗狙いだといいですか。そうですね、旗狙いでいいと思います。旗でいいですよね。ナイス。お、ちょっと回転が、あ、いいね、ちゃんと戻ってきた。いい子いい子。ラフだけど、よしよし。お、ナイス。よいしょ。ちょっと大きめに4番のユーティリティで打ちます。あ、やばい、駆け上がってしまった。はい、もうダメだ。このつま先かかりっていうのが、よし、5番ユーティリティで打ちます。ナイス。お、バッチリ。狙いだから。へーい。イエーイ。チンで。あ、左に行っちゃったけど。あれは。よかった。危ない。バンカー入るかと思った。この状況下でどう打てるかだな。アプローチで。クラブで短く持ってふわっと、あ、ふわっとがうまくいかない。アプローチでちょっと軽めに打ってみます。足りない。上がったが、うまくいかない。このままピッチングで打ちます。いいよ。転がれ。まず。よし。あんなに切れちゃう。あ、でも取りたくなる。いいの難しすぎ。なんか前半と全然違いますね。本当だね。めっちゃ難しい。行き過ぎたら下怒っていっちゃいそうだし。ボールが悪い。いやー、もう言葉を失った。ミートゥーなんだけど。ボールを失った。